ドンミシー琴音マホ私たちはチェレコでーす。はい、というわけで、はいはい、本日はサムネとタイトルにもある通りコラボ企画でーす。最高とんでもないゲストが来ていただいてます。なんです、登場していただきましょう。ジェニーちゃんです。はい、ジェニーです。よろしくお願いします。やったやったやった。チェロちゃんとずっとコラボしたかったんよ。いや、私たちもです。いや、もうそうしそう。2年前とかなんですよね。そうだよね、2020年ぐらいだったよね。そう、ラブさんの指だった。そうケーク、あっパウ、あ懐かしい。おばけ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 。そう、そこでキョンさんとも始めまして、うん、でキョンクマさんのチャンネルとかでちょいちょいジェニーちゃんとも共演の方させていただいて、ね、もう右も左もわからない私たちに一番に教えてくれて、そう引っ張ってくれたのが本当にジェニーちゃんだから。そう、いやいや、そこまで言われるとなんかもうありがとう。あ、ちょっといい、好き、なんでそこまで、今日はですね、やっぱジェニーちゃんといったら、うん、歌だとかファッションだとか、うん、ダンスとかいろいろあると思うんですけど、うん、中でも英語じゃないですか。そうなんですよ。なるほどね。ちょっとやってみたかった企画があるんですよ。私ケビンズイングリッシュルームさんめちゃめちゃ大好きで、いや、うちも好きで、でもよもうジェニーちゃんともなんか大好きっていう話で盛り上がってて、そうそうそう、もう切れてほしいと思う。そうです、その方たちが企画があって、うん、それを今回私たちもやりたいなと思って、うん、今回は英語でレシピを伝授してもらって料理うまくできるの。おお、ちなみに料理はできる、できない、できないないよね。まだちょっと昔やってたとかはあったりもしない？自炊とか普段やってないし、うんうん、私も実家暮らしなんで、うん、ママに作ってもらってるから、もう自分で作るっていう概念が今もない、うん、一番最近頑張ってるぐらいだから、うちさ、メニューとかそのレシピをさ読み上げる側じゃん、うんうん、あこれ作ったことほぼねえんだよなと思って。やばい。そうそうそう、今回アメリカ料理をそうジェニーちゃんにお願いしていまして、うんうん、何の料理だか分かれば、はい、結構簡単だと思う。そうなんですね、分かれば、はい、というわけで、ジェニーちゃんにいろいろと英語で教えてもらって、頑張って料理していきたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レッツ、テイクー！材料はこんな感じでございます。テイク材料もあるんですよね。どれだろう？全部崩れるんですよ。だってさ、なんかこのトマト、うん、玉ねぎ、ピーマンとかなんかアメリカっぽいじゃん、うんうん、オクラフェイクだと思いきや実は使うみたいなね。そうそうそう、だからわかんないんですよ。でこれとかもどうやって使うのかわかんない。初めて知りました、トライイーストっていうのが。初めて見た、トライイースト、はい、パン作るときにあの使ったりする膨らます効果があるんですね。あ、おお、パン関係か。でもなんか全然マジでわかんない。どうじゃないのと思う。でもなんか揚げる系の感じは雰囲気はあるんですけど、うんうん、でもサラミ使うし、ね、確かに、しかもチーズもよ。そう、しかもコーラも使うって言うんだよ。え、コーラ、そう、これちょっと私飲んじゃったんだけど。あれ、あれ、なんか調味料としてなんかもうマジでわかんないねえ。ワンちゃん食べたことないかも、本当に。え、多分本当にないと思う。ないかな。さあ、どうなるでしょうか。頑張ろう。じゃあ早速準備が整ったので、はい、お願いします。かしこまりました。じゃあいきますよ。はい。 First, let's prepare a bowl. バル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 。プリペイドって何？プリペイドボール。プリペイドボール。 First, let's prepare a bowl. Prepare. やばい、マジでわかんない。プリペイドボールね。プリペイドボールね。プリペイド。プリペイドもわかんない。プリペイド。プリペイド。何叫ぶ違うの？プリペイド。え、これ違う、これ違う。まあ、じゃあ、とりあえず次行くよ。はい、okay, okay. はい、prepare a bowl, okay. Then, we're gonna put... やばい、マジでわかんない。これ聞いてないよ。はい、これがめっちゃ大事。はい、we're gonna put 200 grams of bread flour. ブレッドフラワー。ブレッドフラワー。200グラム。グラム。100グラム。2 0 0グラム。
そう。フラワーボール。え、これ、ね、普通に。それ全部切っちゃった。大丈夫。ちょっと開けてみたら。あ、ちょっと閉められなくなった。あ、そうか、そうか、これ全部開けないんだ。端っこだけやっといた方が。知らなかった。200で。うんうんうん。200くらい。そんな浮かして大丈夫ない確かに初めて浮かしてる人みたいなね床に置いて床に置いてトントンやるんだよ。あ、いった。あー、やばい。うん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 。中半のぐらい。これどうですか？え、ちょうど200やん。いや、まだ、あ、まだもうちょっと、あとちょっと、あとちょっと、ね、あと50ミリ。50ミリ。バカに変わった。もう声も出ないけど声も出ない。多分200いけました。あ、オッケーオッケー。はい。Oh, very nice. Yeah. Yeah. 50 grams of cake flour. Cake flour. え、ケーキフラワー。もう一人だ、ケーキフラワー。これじゃない、もう一人だから。え、あ、でも確かにホームベーカリーにぴったり。うん。そうしよう、そうしよう。おお。あ、55って何？150 grams。50 grams。50。あ、やばい、50。150 grams。あ、それはいいのね。これはチェックがついてるわけ。そうそうそう。学びました。学びました。150g の後は多分多いってことが分かった。そうですね。150ですか？うん。50g。50。うん、150。え、待って、50ってさ、50じゃね？ 15 だよ。え、待って。やばくない？ちょっと待って。冷静に考える？分かった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90
かんない、意外とそういう時もあるよ。あ、本当ですか。うん、これ計量器ないとか。あ、でも待って、これで十分できる。その丸、あのスプーンのような。じゃ、繰り返すの私3回までにするよ。3回まで。わかりました。あれ、もう3回言いましたよね。言いましたね。だからもう私は言いません。15か50かわかんない。でもさ、あれじゃない？多い方がさ、失敗してもさ、少ないとさ、え、どうなの？でもさ、この、ちょっと。でも50とか書いてないのクラッパー、あ、300g。パンを作るのにこれ 300g 使ってるよ。ってことは、50の方だ。なんでそう思う？やばい。これ多分結構使うわ。50で多分大丈夫。じゃあ、50って半分。結構だよね。うん。こんな感じでーす。多分大丈夫。OK, let's go to the next one. 20 grams of sugar. Sugar! さすがに。Sugar って何だもんね。Yes, please! なんつった？やばい。忘れちゃった。20 grams of sugar. 20だよね。20! Okay, next. はい。5 grams of yeast. イースト。パン。あれ？イーストボーイ。イーストボーイ。あ、ドライイーストっていうのがあるよ。あ、それだ、絶対。5グラム。はい。イーストはこれちょっといいんじゃない？あ、めっちゃいい！ありがとう、ありがとう。じゃあ次いきますよ。はい。150 milliliters of water. あ、150グラム水です。もうよくわかったね。はい。慣れてきますね。もうだいぶ耳がちょっと英語に慣れてきたかも。なんか床にさ、置いて、上がるってさ、さっき20分前に言われたよね。ご飯もしかして炊いたことない人？炊いたことある？ある。奥で知ることある逆に。あ、そうです。そうですか？あ、お、いいじゃん。いいじゃない？じゃあこれよ。ジョバー。うん、ジョバー。混ぜたい。まだわかんない。Let's go to the last one. Yes. 20 grams of olive oil. オリーブオイル！オリーブオイル！来た！オリーブオイル！20g。20だね。結構入れる。わー。なんだろう。いい感じだね。はい。OK, じゃあこれで全部です。あ、お、これで一旦全部。はい。Alright. So, we're gonna put it in a bowl and mix it all up until it comes together. 一緒に混ぜる。大丈夫かな？
大丈夫かな。やばい。こんな感じですね。え、なんかさ、すごくない？ちょっと一回やらせて。いいよ、ちょっと待って。え、なんかさ、すごくない？うん。パン！これやるの夢だったのに、もう、パン屋さんに持ってみたい。いらっしゃいませ。いや、それ多分、俺の注文でしょ。いらっしゃいませ。やるの早いよ。しかも、居酒屋で、そのテンションが。え、どのくらいまでって言ってた？ちねんちゃん。Put it in a bowl and mix it all up until it comes together. じゃあ、until。until って何？ Put it in a bowl and mix it all up until it comes together. until 一緒に？一緒に混ぜる。はい。合ってます、これ。これ合ってます。こういうこと。何かと一緒に、あ、待って。until。インテル。入ってる。あっ、久しぶり。ごま？絶対ごまだよ。え、ごまって英語でなんて言うんだろう。エンテル。多分エンテル。わかんないよ。今ごま入れてどうすんのじゃあ。え、だからなんかごまのもちもちなんだよ。でも何グラムとか何も言ってないじゃん。あ、多分ね、少々みたいな感じだと思う。そうそうみたいな。うん。美味しそう。オッケー、ストップ。大丈夫。うん、大丈夫大丈夫。美味しそうになってきた。When the dough comes together, add a half teaspoon of salt. Okay. Number three. Number three. Let's put dusting powder, on the cutting board. Cutting board. Dusting powder. なんか粉気もう全部制覇しちゃったよね。粉ないね。もう一回入れるみたいな。え、でもさ、初めての単語じゃない？ Dusting powder。確かに。もう一回いきます？はい。Let's put dusting powder on the cutting board。ボールをカット。置く。置く。あ、置く。なんかのパウダーを。それでカットする。いたいやー。もう。じゃあもう置き始めるの何かをまな板とかの上にこれをやってパーってやってその上にこれをやってカットする。どうやってカットするの？ごちゃごちゃじゃん。一応この続きもあります。ただ一旦一工程として、じゃあ続き聞いちゃう？わかんないから、じゃあつなげていってみるよ。 Next, let's put dusting powder on the cutting board and knead the dough until it gets smoothやばい、やばい、マジでわかんない、一個もわかんない。え、なんかさ、この文章のどれかの単語一つ日本語にしてもらうとか。あ、いいよ、ゲームで。ゲームで勝ったら。うんうんうん。じゃあなんか私が単語を出すよ。単語を出すから、はい、それを日本語で当てられたら、はい、教えてあげる。あー、よし。え、何の名前がいいんじゃないか。中くらい。中くらい。 What's a deer in Japanese? What's a deer in Japanese? What's a deer? Deer 何々、手紙書くとき。Deer 何々。待って、問題の仕方悪かった。逆に日本語で言って英語で答える方がいいか。わかりました。そっちの方がいいよね。どんどん難易度が下がってくる。さっきのはね、deer は日本語でなんて言う？ああ、そういうことか。あ、じゃあそのままでいっか、じゃあ。はいはいはい。deer は日本語でなんて言いますか？手紙書くときに deer 何々って言う。そう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 。あの、西野カナの曲のタイトルで、ディアーって言うんですね。あなた会えるよ。確かに。あなた会え。マジで？うん。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。おはようございます！そっちの方じゃない！ディアーは、鹿。え？鹿。わかんないです。動物の鹿？動物の鹿、ディアー。えぇ？あのね、そっちの言葉の方だと、What does deer mean? mean って意味だね。だから、出産の仕方がそもそも違くて。あ、そういうことか。そうそうそう。ということで、あの、外れたということで。やばい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 。もう一回挑戦。もう一回、もう一回いいですか？いいよ、ちょっと間違えちゃうと、料理が変わってきます。あ、そうなの？そんな予感がしてますよ。マジか。何下げよう。え、まずは。
探してる、この中から。この中に答えがあるってことなんです。よしよし。お皿は英語で何て言いますか？わかるよ。ピーマン？ペーパー？いや、ペーパー紙だから。Now, wrap it up with saran wrap. ラップってことは聞こえた。とりあえずサランラップに、あ、寝かす、包んで寝かすみたいな。ちなみにこれ、もう2人結構今正解あったから言うけど、はい、サランラップってまんまなんだよね、英語って。あ、そうなんだ。そうなんだ。すいません、調べて知ったんだけど、なんか会社がサランラップなんだってね、その名称みたいなのが。あ、会社の名前がサランラップで、日本でもサランラップなんだって。じゃあもう独裁。独裁
そうそうそう。独裁？独裁。政治。でも、なんか別に言い方は、プラスティックラップ。あ、言ったりもする。うちの家はプラスティックラップだった。そうそう。ランプしました。ランプしました？はい。次のコーナーいきますよ。はい。Then, we'll let it rest for 15 minutes at normal room temperature. Then, we'll let it rest for 15 minutes at normal room temperature. Normal room temperature? 冷蔵庫5分寝かす？ルームって言ったらさ、冷蔵庫ぐらいしか。そうだね。ルーム。ノーモールーム。意味ある？冷蔵庫じゃないから。え、二人で柔らかいのに固まったら。電子レンジとかさ、普通言うやん。いや、言わんわ。部屋の端っこに置いとく。なぜ？寝かす。なんで端っこに5分起こす寝かすの？やばい、これまたちょっとさ、テレフォンショッキングやらない。ショッキング。テレフォンショッキングしますか。じゃあ、英語で膝って何て言いますか？よっぺーと、将軍ニーゼン。将軍？普通わかんないんだよね。ニーゼン。ニーゼンじゃない？ニーゼン。膝のことですよ。膝につけるものとかあるじゃないですか。膝と。英語なんですよ、答え。じゃあね、英語で何て言うかだから。に、に。だから、に、に、はい、に、に。あ、ここが確かに、に、はい。あ、ミドル部。あ、これ何て言うの？やっぱさっきのやついいんじゃない？に、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 ニーゼンじゃないよね、絶対ニートルだよね。分かんない、その歌分かんないんだよ。なんで？じゃあニーゼンでいく？いいんですか？さ、最後の文字にする。何？最後の文字。分かっちゃう、分かっちゃう。いや、分かんない、結局。え、じゃあニアじゃないんだ。大きく言うと、かすってるんよ。あ、じゃあやっぱ2は合ってるわ。かすってるんよ。もう痛い。痛い。一番辛いのはさ、ジュニーちゃんなのよ。ニーデル。あ、待って、ニーデルって聞いたことない？ニーデル。ニーデルみたいな感じじゃない？ニーデル。もうニーデルって。いいんですか、もう。ニーデル。正解！膝より上だから2杯ないよ。あ、そうですよね。だから2ないよ。え、ただの2だから、 head, shoulder, knees and toe, knees, knees and toe。 でも片方は knees でしょ。両足だから knees って S がつくんよ。そう、アンド、アンドの話だったの。ママがやってるの。これほぼ超正解じゃない。じゃあちょっとだけかじるヒントあげるね。Then we'll let it rest for 15 minutes. 15 minutes at normal room temperature. Normal. 教えるね。はいはい。Normal はノーマルです。Normal room temperature. 何もない。何もないところにポチュン。じゃあだからこの辺でいいんだよ。はい。はい。はい。いいでしょう。ありがとうございます。次のコーナー行きますか。Okay, so while we are waiting. While we are waiting, let's set the oven to 280 degrees. とりあえず多分オーブンなことは確実なのよ。280秒。何度の温度？オーブン。オーブン使ったことないんだよな。教えてくれたらあのやり方してやる。どうしてほしい？余熱を280度。高い。今の意見じゃ踏まえた上でもう一回言ってみるよ。今2回目だからね。While we are waiting, let's set the oven to 280 degrees. 200度の余熱をしたいです。っていう感じいいんじゃないですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次のコーナーいきますよ。はい、その間に何をするか。そうなの。
そういうことね。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございます。ジェニーちゃんのチャンネルの方では後半戦に挑んでます。次の工程はなんとチュル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 。はい、というわけで最後には食べたりして楽しくお話もしてますので、皆さんぜひ絶対に見てくださいね。それではご視聴ありがとうございました。イバイバー。